はい、どうも、さんまちでございます。今日はですね、ニューアイテム購入してまいりまして、ちょっとレビューをね、久しぶりにしたいと思います。レザインのスーパー GPS、サイコンですね。こいつをですね、購入してきました。まあ、レザイン、この間ですね、ミニ GPS の方は紹介させてもらったんですけれども、まあ、スーパーの方は結構スーパーで、何がスーパーかっていうと、まず電池の持ちとかですね、それともろもろいろんなところがですね、とにかくスーパーなんですよ。まあ、簡単に言うとスーパーだからスーパー GPS です。じゃあですね、早速ですね、まあ、箱はこんな感じで、ね、一般的な箱なんですけれども、じゃあ中のですね、スーパー GPS、まあ、開けた感動は皆さんにちょっとね、実際家で体感してもらってですね、まあ、購入の際にはですね、家で体感をしてもらって、じゃあどういう製品になっているのかというのをですね、見ていきたいと思います。じゃん、これが実際のスーパー GPS そのものです。ちょっとね、分厚いですね、分厚い、うん、ちょっと分厚めで、ここからですね、こうステムあたりにこうやってつけて、ゴムでこう止めちゃうみたいな、こう止めちゃうっていう感じのタイプですね。もしくは専用の何かですね、そういう止めれるやつを購入するのも手です。僕はね、とりあえずは、こいつを、まあ、ついてきたゴムで止めようと思います。早速電源ですね、電源はこの横のこのボタンを押します。2秒押し、これで今ので、レザインのミニ GPS とかと違って音が鳴りますね。音が鳴ってこういう風にですね、画面表示が出てきます。で、画面見てもらうと分かるんですけど、こういう風にですね、押すとパッとね、こういう風に明るくなります。で、上にこのね、電波の表示があるんですけど、これが GPS の受信感度ですね。今、バリオンですね、マックスです。で、その横に、電池の残量ですね、今 100% 電池が残っております。で、5月の10日2017年と、で、今の時間ですね、今接続されている機器がですね、ここに出てきます。今このね、 iPhone と、レザインのスーパー GPS、 これが、接続されております。で、センサーが接続されていませんと。このセンサーに関してはこうやって見てもらうと分かるんですけれども、心拍だったりパワー、もういろんなものが見えます。で、その今お使いのセンサーとこのレザインのスーパー GPS、これの接続が大抵は可能だと思います。 Bluetooth だったりアンドプラスのそういうね、経電系だったり心拍系持ってらっしゃると思うんですけれども、これをね、そのまま代用できます。ということで、僕は今まで使っていたキャットアイのですね、センサー、これをそのまま代用して、キャットアイのセンサーが動き始めると、このセンサーが動き出すという感じにしてあります。で、一つ一つね、見ていきたいと思うんですけど、まずですね、スタートさせるにはこのね、ラップっていうところを押しますね。ラップ、これをポチッと押すと記録中っていうふうに始まります。これで今、ワンプッシュしたところで記録が始まりました。こういう感じですね。さっきと画面がちょっと変わってると思います。スピード、ケーデンス、これはね、この画面に関してはカスタマイズが可能で、スピード、僕の場合はスピード、ケーデンス、走行距離に時計というこの4つをね、主軸にしております。もちろんそれ以外にも、気温だったりラップタイムだったりね、心拍パワーも皆さんのお持ちのそのセンサーで好きなものが表示ができるという形でございます。で、最初の動機に関して、最初の動機というか最初のですね、この、スマホとのリンクに関しては結構ペアリングですね、スマホとのペアリングに関してはかなりスムーズにいけると思います。まあ、簡単な説明書しかついてないんですけれども、これを見ていけるかなというところになっております。で、いろいろ見ていきたいんですけど、このね、エンターボタンを押すとこう分かりやすく画面が光ります。で、このメニューボタン、これをですね、ちょい長押しですね、ちょい長押しすると、こ
こういうふうに、メインメニューがね、ガーッといきますね。アラートから始まって、オート機能、バイク、個人、記録、スマホ、ナビ、センサー、スクリーン、タイム、インフォメーションと。うん、それぞれ見ていきましょうか。まずアラートですね。アラートボタン、これをエンターですね。エンターを押しますと、ライド距離、これオフですね。ライド時間、オフ。要はライド距離、距離を走ったら、こういう風にですね、800キロ、から始まって、こう、いろいろ設定できるんですけど、なんて言ったらいいでしょう。そう、ライドをした距離に関して、それを、その距離になるとアラートができますよという感じですね。で、下、ライド時間。時間に関しても同じように、何時間走りましたっていうのが、アラートで表示できると。消費カロリーも、最低心拍、最高心拍、スピーカー、このね、音がピッ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 いってるんですけど、これをですね、鳴るだの、鳴らないだのっていう設定ができます。戻ります。で、次、オート設定ですね。オート設定に関しては、スクロール、一時停止、ラップ、バックライト。この辺がオート設定できますね。で、バイク設定、自分自身の、その自転車の設定ですよね。これができます。で、ホイール、これね、最初の設定だと全然違う数値になってるんで、まあ一応ですね、僕の場合は 700-23C ってことで、だいたい 209.9 センチかなと。こういうところですね。の設定をしまして、で、バイク重量、今のバイクのですね、重量、だいたい9キロっていうのは、今8キロ、多分全部パーツを外すと切るんですけれども、だいたい、ツールボトルだったり、飲み物だったり、それがもろもろしたら9キロぐらいなんじゃねえかなっていう、僕の勝手なですね、重量感で設定しました。で、次、個人設定ですね。これはもう本当個人的な設定です。スポーツタイプはロードバイキング。言語は日本語、年齢でしょう。体重、身長、性別。この辺をね、設定をして、多分カロリーかなんかの設定なのかな。で、記録。これ今利用できません。ナビゲートをしながらの利用はできませんと。いう感じです。今、さっきですね、ラップ設定したんで、そういう風になってますね。スマホに関しては利用できません。これも、最初にですね、ペアリングするときに使います。あ、スマホですね。スマホに関しては、今、スマホとペアリングしてあります。で、スマホのバッテリーが今ここに表示されてますね。これを押すと、ペアリングが終了しますね。まあ、今回はつけっぱなしということで。で、次。ナビゲーションですね。ナビゲーションに関してはオートマチック、ルートの再設定はオートマチック、ポップアップモード、これはオンで、要は何メートル先左とかそういうやつですね。で、次センサーですね。センサーに関しては、心拍計僕持ってないんでオフ、スピードメーター単独では持ってないんでオフです。ケイデンスのセンサーも単独では持っておりません。ただしスピード&ケイデンスを持ってますんで、これ、オンですね。まあ、設定的にはこういう感じで、Bluetooth かアントプラスのこの設定で、できるんですけども、このスピード&ケーセンスに関しては、今の、キャットアイのものをそのまま使っております。で、パワーメーターに関してもオフ、シフティングもオフという感じですね。で、次、スクリーンですね。スクリーンに関しては、データページ。見てみましょうか。これデータページとはさっき一番最初の画面ですね。設定というかですね、データページの、まあ、最初に戻ってみましょうか。この一番最初のページを一回押すと、これです。このページ。これがデータページですね。このデータページの項目を、自分自身で変更できると。ちょっとその前に一回。消しちゃいましょうか。この速度は多分ね、適当ですね。動いてないんで。で、もう一回メニューボタンを長押ししますね。で、さっきのページ行きましょうか。
さっきの記録見れなかったやつ見てみようか。あ、見れないんだ。センサーですね。センサーの次、スクリーンですね。そう、スクリーンのデータページ、ここでですね、1ページ、2ページ、3、4、5、ここまであります。で、そのページごとに自分自身で、出したいもの、僕の最初のページにあったように、スピード、ケイデンス、走行距離で時計というふうになってます。これをですね、自分自身でカスタマイズできる。まず、ランの数。これをですね、4、3、2、この4、3、2までですね、割れますよという感じで、でタイムだったり気温、これも全部ね自分自身で選びます。たくさん項目がありますんでね、うん、それぞれ皆さんのね、いいなと思うそういう欄の表示にするのも悪くはありません。次、単位形式、これはキロですね。キロかマイルか、ね、やっぱり日本じゃキロですわね。でバックライトに関しては 50%、 多分もっと明るくできるんですよね。もうこれは明るすぎですね。もう 50% で十分ですね。コントラストもまあ 50% で、通知大フォント、要はいろんな通知がここに入ってくるんですけど、それは大フォントでいきましょうという。でタイムですね。タイムに関しては、24時間表記、タイムゾーンは日本なんで東京です。これもいろんな設定があるんですよ。それぞれ個人的に変える必要があります。サマータイムは日本にはないのでこれはいいえと。でインフォメーション、これ見ると、機器番号だったり、ファームウェア、 GPS、GPS を選択できるんですよね。何かっていうと、コールドスタート、ウォームスタートってあるんですよ。大抵そのコールドスタートでいいらしいんですけれども、その GPS センサーのこのね感度が悪い場合には、ウォームにすると、いい感じに、うん、引っ張ってくれるというふうに書いてありますね。で衛星、今このデザインの、スーパー GPS が拾っている衛星の数は0個ですと、ね、これは場所によっては5個、10個とか、そういうふうに8個とかなってくるんですよ。で、HDOP、 VDOP、 これ多分水平だったり高さだったりの部分だと思うんですよね。でバッテリーがこんな感じですよと。もう Bluetooth だったりこういう風なインフォメーションがございますというところでございますね。ほら、この GPS 今拾ってないんで、多分今さっき設定触ったからかな。これがまた戻り始めると、おー、随分変わるんじゃないかなというふうに思います。メニュー、さあ、というところで、今ねまだねこのラップが続いてるんですよ。これ止めないといけないですね。記録を中止、今、このラップボタン、これ長押ししました。そうすると記録を中止したり廃棄したりできます。保存したり、今回は廃棄ですね。廃棄します。これで、今入っている記録は消えました。でこれを押すと今度ほら普通に地図は出ずにこういう感じでね、今までのモードに逆戻りというところでございます。さあこんな感じでね、デザインのねスーパー GPS、 今ね品切れ続出です。何せこれ単体で全部ね賄えちゃうんで、もうバッテリーの、スマホのねバッテリー、スマホの容量っていうかですね、そのスマホに依存せずにこれ単体でいろんなことができちゃうという部分では、とてつもなくねこれから時代の最先端に立つ可能性がありますんで、お近くのお店ですね。僕の場合これはいつも通りですね、サイクルショップポパイさんで購入させていただきまして、在庫があと2個と、値段がねこんだけいろいろついて、 GPS センサーもついて 16,800 円の税金
で変えちゃうんで、で、下手したら今使っているそのサイコンですねと、ただ単純にこれを変更するだけでその他のセンサーそのまま使えての感じなんですよね。そういうふうに考えると、おー、すげえいい買い物になる可能性がね、極めて高いかなというふうに思っております。これも実際ね、僕自身がこれをつけて走った感想もまた、皆さんにお伝えできたらなというふうに思っております。というところで、本日はですね、レザインのスーパー GPS ですね、こいつの紹介でございました。お近くにあったらね、買った方がいいかもしれないですね。多分品切れ続出中なんで、買うなら今がチャンスっていう感じでございます。以上、3月でございました。